はい、皆さんこんにちは。ワナルグルビジです。では今回はステラリス続きをプレイしていきたいと思います。ここまで順調に勢力を広げ、経済活動も伸ばしてきているという状況で、前回はですね、一つセクターを作りました。で、そこのセクターには開始電を、総督のような位置づけで派遣をしていますので、ここは成長に応じて開始連に任せる惑星の数を増減させていきたいなというふうに思います。今回はですね、まずはさらなる資源の獲得という意味では、この画面のちょうど中央上部にあるこの辺り一帯の確保、これをね、優先的にやっていきたいと思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。さて、稼働していないものがいくつかあるよという話なんですが、ここはちょっと、もうちょっと様子を見るしかないかな。ポップの成長途中。ここは一旦スルーして先に進めちゃいましょう。Can I be of service? で、ちょっと優先的にね、見ておき The たいと technology ころ screen と is し where we'll て be directed. は、状況レポートで、いくつかできるところがあればやっていきたいんですが、まだまだかな。研究プロジェクトも発動できるものがないですね。続いてこの虎の子、アグルシレズ、で、ウィシー、ここを優先的に取りに行きますか。で、調査船が眠ったままなので、調査船はどうしようかな。調査船を破棄するというわけにも正直いかないので、スペシャルプロジェクトが発動した時にはどうしても調査船使っていきたいということが多分起きるので、その時に対応、即応できるように調査船は2隻体制でやっぱりしておきましょう。で、今だと鉱物資源が全然足りてないという状態になってきてるので、やっぱりウィシーですね。ウィシー、あとはこの闇山あたりまで一気に範囲を広げていければいいかな。で、地球圏にとどまっている第4遠征艦隊ですね。この艦隊を動かしていきたいので、第4遠征艦隊をサイフに派遣して、サイフはね、いつも戦いが起きやすいところなので、サイフに派遣しておいて、サイフにいる第1遠征艦隊、これ一旦ドック入りさせましょう。入れ替わりですね。で、ダーバンにいる第2遠征艦隊。これ今度増強に当てていきたいんですが、今だと鉱物資源が全然数が足りないので、一旦鉱物資源が溜まるまで我慢ですね。ただ我慢してると、おっと、いうわけにもいかないので、鉱物資源が入ってくるように頑張ります。で、あとは、第1遠征艦隊。ここの艦隊の司令長官を雇っていきましょう。お金に余裕がある今だからこそ。改めてブライトを雇う。お金はね、いくらあっても本当に困らないものというのは、この世界でも現実世界でも一緒なんですけど。今だと闇雲にね、その必要なるかどうかもわからない研究施設をガンガン建てていってるんですけど、
これちょっと一旦どっかでストップをかけてでも鉱物資源の確保を考えていった方がいい時期が来そうですね。何分前回まではお金がなくてもうぜいぜい言ってたんですけど、今は鉱物資源がなくてぜいぜい言ってるというありさまなので、ただ中長期的に見ると明らかに不足するのは通貨、まあお金だと思うので、まあお金をね優先しましょうということで、アグルシレズここに先に進出で、その後続けざまにウィッシーですね。で研究が完了したタイルのアンロック、海洋生態系の管理の一つとしてタイル障害物の除去のアンロックですね、これができましたというところなので、次に進みましょう。ジャングルの排除か、いやタイルの除去だな。火山排除、これを入れましょう。これによって排除できるものか増えたかどうかという確認をしていきます。サイド3も、まあサイド3とかこの辺りはそもそもあまり障害物があるようなところではないですからね、そもそも人工の土地なので。でここはアグルシレズで、鉱物資源を獲得した後はウィシー、ここで鉱物資源の獲得を待たしていきましょう。今実は一番欲しいテクノロジーは艦隊の移動速度、惑星間の艦隊の移動速度なんですよね。これをうまいこと早くさっと移動できるものが欲しいんですが、残念ながらちょっとないか。これはロンドベルだな。ロンドベルの、まあ、発展型のコンポーネントがアンロックされるという内容ですね。ビームキャノン、あとはバリアー対空砲、さらにクラウドライトニング。ここは一旦ロンドベルやっちゃう。あと発電所も大きいけどな、エネルギーの出力増加が実現か。いや先にこっち行くか。緊急ステーション構築でキャンセルされた理由が何だろう、何か理由があるはずだな。ちょっと確認しますか。いやただここは一旦我慢した方がいいですね。このあとアグルシレズで、まあ、それなりの量の鉱物資源を必要とする採掘施設を建てなきゃいけないので、ここは一旦我慢しましょう。鉱物資源、これの、まあ、数を、まあ、どれくらい増やしていくかっていうところになると思うんですけど、今プラス8なんで、まあ、プラス30から40、
ぐらいは欲しいかなと。で第一遠征艦隊の回復が済んだので、第一遠征艦隊をダーバンにいる第二遠征艦隊と入れ替えましょう。で、第二遠征艦隊が戦隊機989なので、まあ、これをね、まあ増強をかけていくという動きを考えています。今敵の大規模な艦隊がやってきた時に2000の戦隊地の艦隊3つあるんですけど、これで、まあ、戦えるのかっていうのがちょっとわからないんで、まあ、できれば各艦隊3000から5000、これくらいの値を目標に増強していきたいなというところなんですよね。まあ、建設船が2つも眠っちゃってる状態、じゃあ建設船を移動させていこう。まあ、ウィシーで増強をかけた後に鉱物資源が次どこを目指すかですね。ヤミザ、画面左上部ヤミザで6で、それ以外で大きいところで言うとスコーロームでこれ6と9取れるんですよね。こっちに先に進出するのであればウィシーの後は最大ノーブ、ちょっとね画面で見ていきましょう。最大ノーブに入ってジャーターラマズからのスコーロームが一番いいかな。でスコーロームを前線に据えるというのも一つありかなという感じはします。ちょっと鉱物資源が全然数が足りないので鉱物資源手っ取り早くゲットしていきましょう。まあ、鉱物資源をね、いやちょっと待ってね、先に研究の内容を確認しちゃおう。エネルギー最大値発電所、これ先にアンロックされたか。じゃあこれを新規研究で入れていきます。クラウドライトニングプラズマ加速法、難しいな。発電所の過負荷運転、これはちょっとないよな。
クラウドライトニングって何かっていうと、電撃兵器。いやー、ちょっとここは一旦コロニー戦植民地の開発速度プラス 50% をサクッと入れておこう。で、あとはどっかとうまいことやり取りしたいんだけど、クタクノル帝国、こことちょっと更新をして貿易協定、毎月食料をに送るんで、鉱物資源を1ちょうだいっていう感じでお願いしてみる。拒否されたか。まあしょうがないかな。選挙は一旦置いておいて、今だと、まあ、ポップこれプラス5でしょ、まあ、このあと必要になってくる可能性もあるんで、一旦、まあ、このままにしておきますか。そしたら余計なことはしないという意味で。まあ、ただいずれにしても今だと鉱物資源が足りないんで、鉱物資源をやっぱり一括でどっからか仕入れましょう。でどっから仕入れるかというと、まあやっぱり食料だよね。今いらないのは食料なんで、まあ食料50を送りますと。あんまり嬉しそうじゃなさそうだけど、それで鉱物資源を、まあ、応じてくれる可能性はちょっと低そうだな。まあそうなるよね。セクターの資源不足、金がないという話。そしたらセクターに金を送ってあげよう。まあ、せっかくお金は割とあるんで。ちょっとその前にもう一つ出てます。まあここはいいかな。じゃあ、セクターにお金を送りましょうか。これでセクターにお金がどう落ちていくかだな。今だと、エネルギー通貨。ちょっと送ってあげるよ。じゃあエネルギー通貨を。まあ、これで一旦落ち着くでしょうというところかな。問題は鉱物資源よ。このセクターはエネルギー資源がちょっと厳しいんだな。とはいえ我々も鉱物資源が全くなくて成長が滞ってしまってるっていう状況はあるんで、ちょっと難しい運用になってきましたね。まあ、幸い戦いがあまり起きていないというのはすごくプラスなんですけど、
それにしたってちょっとお金ないよな。Tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked.まあ、艦隊の攻撃力を上げていきましょう。今建設船が集中的にここで運用されている状態だけど、まあこれはいいかな。特段問題はないでしょう。まあ、ウィッシーでパーラギジャターラマズスコーロン、この感じで進めていきますか。そうすると艦隊をどこに置いとくかなんですが、第三遠征艦隊、これはデバックスに置いときましょう。デバックスで貿易協定が来てるね。エネルギー通貨をくれると、2120もくれるの、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。で特に見返りなし、これ了承する以外にないでしょう。タイロアンロック入れましたね、1個で。続いて山脈除去、これ入れよう。もう除去でいきます。山脈除去が次使えるようになったら大きいよね。火山除去は入れたので次は山脈除去だね。やっぱり欲しいのはで、ウィッシーも順調にいってるんで、やっぱりパーラギ、この次のジャターマラズスコーロムまで一気に進出しましょう。で必要な鉱物資源と、あとは影響力ですね。この辺りで劇的に改善を図ろう。やっぱり一時的にでもいいんで、貿易協定で鉱物資源を
かないよな。となると一括で勝負する。ハンタクさん、このノルリガに関しては外交に参加しないと言ってるんだな。ちょっと一旦研究が進んでいるので先にこっちを見ましょう。植民地だね。これはまあサクッと終わるのを目的に入れたのでいいでしょう。でハイパードライブ、これ欲しかった。これ入れましょう。ちょっと時間はかかりますがそれでも欲しい。順調に一応予定通りの動きはしてくれてるでいいかな。まあ本当に通貨2000クトクノルからもらえたのは大きいですね。あとは本当にこのスコーロムまでなんとか開発できれば鉱物資源の獲得量も劇的にね、このウィッシーと合わせて増えていくんで、そこまでちょっとなんとか時間伸び伸びと進んじゃってますけども、進めていきましょう。スコーロムまで進出しちゃえばこっちのもんですからね。前回までは通貨最優先で、まあ、建設採掘場を作ってましたけど、今回はもう鉱物資源の採掘場最優先で作っていきましょう。ナップオリンバ、これ新しい研究ですね。どっちに行くかだな。下の方の効果がわからないけど、 It's better to have a ruling space to exterminate these。 ちょっとわからないな。これは何だろう。新しい All the Zerbitch has been named ZBZB で合ってるのかな。
ジビジビっていう、まあ、新しい生物。どうしようかね。まあ、これ興味深いにしときますか、一旦は。ポップだよね、ポップ。ポップがプラス8でだいぶもったいない状態になってるから、やっぱりどっかにポップを売りさばきたいよな。これ悪くない条件なんじゃないの？よし。まあ相手にとって有利な条件なので、まあこれは飲んでもらって、まあある意味当然といえば当然なので、よしとしましょう。で、最終目的地スコーロムまで建設船は移動させちゃいましょう。すぐに影響力が60溜まったら建設に取り掛かれるようにという意図ですね。鉱物資源のたまりもだいぶ改善はしてきたな。さらにこのスコーロムで鉱物資源9を獲得できれば、まあもう安心かな。ちょっともったいないけど一旦戻しましょう。まあ、どこを優先するかという話ですが、ジャターラマズの5の鉱物資源を先に取った方が、アグルシレズの通貨7はまだまだ通貨2000以上あるんで、一旦放置ですね。マイニングステーションズ are used to extract the minerals and strategic resources. さ、相当に何かといろいろ改善してきていて、通貨が2000ある今は通貨の採掘所の建設は後回しでいいものの、採掘所を建てれば今マイナス5になっているものも確実にプラスに転じることができるだけの量は確保できそうなので、スコーロームですね、やっぱりここ最優先で取りましょう。スコーロームさえ取ればしばらくの間は鉱物資源通貨ともに、まあ安心安泰というところになりそうですね。
用したで。さあ、これでプラス30まで来ましたね、鉱物資源が。で、代わりにというわけじゃないですけど、マイナス3に、マイナス6になっているのが通貨。これはちょっと致し方なしというところになるんですけど、ちょっとお金に余裕がある今のうちだから言えている話で、鉱物資源が199まで溜まっている今、ちょっとウィシーの開発を完了させちゃいましょう。全てがプラスの状態っていうのが一番健全な状態ですからね、もちろん。いや、これスコーロームまで開発が仮に完全に回復、完了した場合、通貨も鉱物資源もかなり安心感出てくるな。いよいよ艦隊の増強にもう一度踏み切れる。で、ちなみにですね、敵国っていう意味で言うと、今隣接していて、この後戦闘になる可能性があるところで言うと、まずは統合クタクノル公国、一番下ですね。で、さらに反託同盟、ここですね、反託。あとはバスボチック王朝連合、ここです。バスボチックに関して言うとマイナス30かいうことが、ちょっとここはバスボチックに関しては戦争になる可能性がありそうですね。通信が入りましたということで、いらっしゃい、交渉の一段です。お会いできて実に喜ばしいということです。これプラス30、いきなり影響力入ったので、これは嬉しいな。一番ね、危険なボウル破壊公国帝国かな、これは一番遠いんで、心配は今のところはないですね。最終決戦をするのはここになりそうな気がしますが、せっかく得た、じゃあ影響力を使って念願のスローコーン、ここに建設を入れましょう。宇宙基地を作って一旦目標としていた金額が手に入りそうですね。建設完了したで。99歳で死んだってすごいな。ちょっと一旦ここは置いておく、置いておいて、スローコームが完成したらかなり大きいな。鉱物資源の取り残しはないよね。いや、でもマイナス19はでかすぎるな。Tallies our empire's monthly income and expenses in energy credits. Here we can also track a variety of effects that influence our economy. 宇宙基地の維持費が結構お金かかってるね。マイナス19の幅はでかすぎるな。ちょっとこれは、ウィシーを一旦終わらせて、ウィシーからこのアグルレシズの7を取りに行きましょうか。ちょっと待ってくれ、宣戦布告が来た。ついにボウル破壊帝国がティラスルス独立国に宣告と。これはね、どちらにも加担する必要は今はないかなと思うんですが、
さて、じゃあちょっと時間長くなってきましたので、一旦ここまでにしてですね、次回は宇宙基地で前線広げたところの回収ですね、資源の回収、これを行っていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。